ソニーの CDP-101 は世界で初めて市販されたコンパクトディスクプレイヤーである。日本で1982年10月1日に定価16万8000円で発売された。日本だけでの発売は CD フォーマットの開発を担当していたフィリップスが当初合意していた発売日に間に合わなかったことが原因でもある。ソニーは 発売日の全面的な延期に同意するのではなく、日本以外の国での発売を半年遅らせることに合意した。フィリップスの CD100 は1982年11月に発売されたが、初期のフィリップスのプレイヤーにはソニーの部品が使われていた。この合意に基づき、当期は1983年3月に海外でも発売された。ミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ。 記念国立科学技術博物館に展示される CD プレイヤーソニー CDP-101 デモ機ではディスクを縦置きにして再生中に CD の表面が透明な前面から見える水平方向のトレーローディング方式を採用していたケースとフロントパネルはプラスチック製であった本体前面にはトラック番号や再生時間などの情報を表示する 真空蛍光表示パネル、付属のリモコン用赤外線レシーバー、再生操作やトレイの開閉、再生時間と残り時間の表示の切り替えなどのボタンが装備されている。ダイヤルは1、4インチヘッドホン端子の音量レベルを調整するためのものだけだった。ユニットの背面には2つのオン、オフスイッチがあり、1つは自動停止、もう1つは対衝撃と書かれている。 オーディオの左右チャンネルを接続するための RCA 端子が2つあり、26ピンのアクセサリーコネクターが付属している。背面にはヒートシンクもある。リモコンユニット RM-101 は本体とほぼ同じボタンを搭載している。開閉ボタンやディスプレイの切り替えは省かれているが、本体とは異なり、特定のトラック番号を選択できる番号付きのボタンを搭載している。 CDP-101 というモデル名は、ソニーのオーディオ事業部を率いていた、デイのブユキが選んだものである。101は2進法で合を意味し、デイが、ミディアムクラスであると考えたことに由来する当時は、デジタルアナログ変換期のコストが高かったため、CDP-101 は左右のオーディオチャンネルに一つの、DAC しか搭載していない。他のチャンネルの準備が整うまで、 最初のチャンネルを遅延させるサンプルホールド回路がないため左右のチャンネルは約11 μ S の同期が取れないフィリップスの CD-100 フィリップスの CD-100 がアンダーサンプリングで14ビット DAC を採用しているのとは異なり CDP-101 はソニーが自社で設計製造した16ビット DAC を採用している 16ビット CD エンコーディングを採用したのは、フィリップスがすでに14ビット DAC を開発しており、14ビットエンコーディングを採用した場合、フィリップスが先に製品を市場に出すことができるのではないかというソニーの主張があったからである。ソニーは CD プレイヤーの生産を続け、その後も CDP-30 などを発売した。ソニー c d p 三十 c d プレイヤーの 正面と背面、ありがとうございます。